エノキアン協会は1981年に設立された経済団体で家業歴200年以上の企業のみ加盟を許される老舗企業の国際組織フランスのパリに本部があるフランスのリキュールメーカーマリーブリザール社が何世紀にもわたって存続してきた伝統企業でなおかつ現在でも創業家による同族経営を維持し続ける企業を集めて 団体を創設しようと提唱したことを発端とする。1981年、イタリアのベレッタ社が1年かけて164の商工会議所、25カ国の大使館の協力を得て174社の会社とコンタクトを取り、加入を募った。協会への加入資格は、創業以来200年以上の社種を持っていること、創業者の子孫が現在でも経営者、 もしくは役員であること家族が、会社のオーナーもしくは筆頭株主である、こと現在でも健全経営を維持していることの4点である。174社のうち、この条件を満たしたのは15社であり、当初はそのうちの10社で協会が設立された。創立200年以上のフランス企業同士の、相互理解と連帯の絆を深めること。 産業活力と伝統とは調和することを証明すること。フランスの会員と同情喧嘩の外国企業との協力関係を作ること。以上、会員がより良い友好関係を築くことによって、伝統こそ活力を世界に証明することを目的としている。多くの波乱を克服してきた伝統の技術、あるいは家族のぬくもりが欠かせないものであることを広く、 訴えるとともに、優れた職人的技術を有する若い企業との連帯も狙いとしている。エノキアンとは、エノクに住む人々という意味である。エノクとは、旧約聖書に記された人物の名であり、また、世界初とされる都市の名でもある人物としてのエノクは、アダムの孫にあたり、六十五歳まで生き、ノアの大洪水の前の家長であった。多くの子孫を残し、 神と共に栄えて、史上初の都市の名には、彼の名が与えられたとされている。絵ノ国は、始まりという意味もある。教会名の絵ノ木案は、このような歴史と伝統、及び繁栄にちなんで付けられた。会員企業総合の連携と親睦を図る。毎年一回、会員企業の所在地において、総会を開催する。 毎年、エノキアン賞を設定する。会員外の企業の中から、経営状態、伝統の保存、未来への建設、社会への貢献度、製品やサービスの良さを基準にして、優秀企業を選択し、検証する。最初の総会は、フランスのボルドーで開かれた。1987年に開かれた、世界歴史都市博覧会では、エノキアン歴史展も模様されており、 会員企業の歴史を示す資料や商品を紹介して、互いの交流を深めた。月経館、大倉記念館現在、フランス、イタリアを中心とするヨーロッパの企業と日本の伝統的な企業を合わせて50社で構成されている。業種は、ヨーロッパの伝統産業であるワイン、ガラス製品、宝石、日本の醸造業のほか、航空機、貿易、サービス、出版、 中工業など、多岐にわたっている。国別の内訳は2020年10月現在、イタリア11社、フランス15社、ドイツ5社、スイス3社、オランダ2社、ベルギー2社、イングランド1社、オーストリア1社、日本10社である。そのうち、最も創業の古いのが、石川県の温泉旅館、法師である。ヨーロッパ最古の企業は、 以前は1295年設立のベネツィアのガラス品メーカー、バロビエール東蔵であったが、今は脱会しており、現在はドイツのジーゲンに所在する鉄鋼、金属の表面仕上げを専門とする企業、ザ・コーティンク・カンパニーが最も古い。エノキアン協会は不正形多10円のデザインをマークとしているが、これは年輪を表している。また、協会では今も、 伝統を有し、会の精神を共有できる企業の新規加入を還元している。エノキアン協会加盟の企業には、いくつかの共通点があるという指摘がある。それによれば、危機に対して柔軟で創造的な適応をなし得る点であり、また、オリジナル商品の品質に対する、こだわり、後継者の育成への努力などである。これはまた、 世代を超えて企業が存続する条件とも言えるものである。また、過度な成長やパワーを望まないという点も多くの、加盟企業に共通しているとの指摘がある。野村進によれば、日本で200年以上の歴史を持つ企業は3000件を数え、中国9件、インド3件、韓国0件と比べ突出しており、ドイツ800件、オランダ200件と比べても多く、日本は、 世界の中でもズバ抜けた死に大国と言って過言でないとしている。ありがとうございます。